キャメドチャンネルのジジケです。あーだ今回は鉄くずの抵抗というゲームをやっていきたいと思います。抵抗、謎解き探索アドベンチャーかな。やっていこう。うるさい。ほら、なんか壊れたよ。お前のせいで。って言うかな。か、こう、かかわ。うーん。か、なんか。か。ああ、一回、吐きされてる。あった。な、あれ、あんな。か。だと。え？ダディ？ダディ。あと、だ、だか、うん、だ、どうだ、ど、どうだ。これぐらいの段差は自動で登ってくれます。モンスターハンターワールドシステムですね。セーブしましょう。そうだね。まずね。音？鍵が。鍵。赤い鍵。ノー鍵。もう拾えるぞ。鉄くず。おう。ああ。こいつらを。箱に。仲間を。芝にできるのか。誰かの日記のようだ。娘が事故に遭うという知らせを受けた。まあな。頭の中が真っ白になった。まあな。どうしたの？私の娘がどうして？これだったら冷静に日記書いてられない。サクサク戻ればいい感じかな。そうね。まあ、ここは、単純に、あの、箱の説明と。何？ん？何？なんかチャリンって言ったね、今。鍵開けた音じゃない？今だ！あれ？あ、箱を持ってこないといけないんですね。ああ、なるほど。あいつ回収できるの？回収できる。うまい。一緒に来てくれ。広い方。そこに置いたらどうなる？潰れん。置けない。置けない。置ける場所じゃないと置けない。うん。左のドア。鉄くずが3体。うわびっくりした。なるほど。初見殺し。来るぞ。6番でなったこと。行かなきゃいいんだ。うん。これ必要ないんだ。あれなんか、うさい。捕まってきた。迷う思念が意識の中に流れ込む。うわ、俺の記憶。あった。おっと。あ担当ね。あった。なんか、いるな。あったみんなお父さんを求めてるね。なるほど。ほいほいと。ほいほいと。赤い鍵はもうない。うん。え？あるやんけ。あ、共通なの。あ、でも、私の元から娘がいなくなった。いなくなった？違う。私には娘がいるのだ。嫌だ。私に娘がいるのだ。愛する娘が。いつも私のそばにいてくれる娘が。こう、みんな、かわいそう。壊れちまった。お。シャッターを開けるにはスイッチを特定の順で押すこと。順番を記載したメモは2つに分けて保管しておく。あ、これ開けるんだ。これ間違ったら死ぬのかな。いや、なるほど。上からやっぱスイッチを取る。あー、来るやつ。うぅどうして、私を捨てたの？捨ててないよ。俺のパートだし。あ、ごめん。おいおあー、追ってくる。受け入れるスタイル。なるほど。おう。まあ、戻ってきゃいいよ。ナイフ探してね。お、捉えられてる。試作品保管室。
動くやつじゃん。どうぞ。あいたい。来てる。逃げて。それ押しちゃダメなやつ。やるじゃん。来いや。お前には。ああ。ごめんな。かっこいい。お？もう、さっきこっちだ。あれ？あれ？どれ来た？あ、こっから来たところ？え？そう？あ、そうだね。いたいなかったもんね。これちょっといい？これ入れない。じゃあ、ダメ。高難易度の方に行かなきゃいけないってこと？危ない。おおー、いいね。お、番号か。DE。で。あ、やばい。難しいよ。いっぱい読まなきゃいけない。捨てたな。なんで？難しいよ。いっぱいある！困るな。で、毎回行くわ。あ、これか。お、ああ。ああ、なるほど、ね。ああ。はいはい。うわ、お茶の子最近。最近読むじゃん。え？そういう使い方もね。あ、もう一回やってもらえていいですか。おお。ああ、なんでだよ。行き過ぎだろ。おお。おお。戻るの？戻るの？え？なんだ？俺じゃない。なんか一発すげえ落としちゃった。俺じゃない。死に踊りっていう手もある。あんのかな？いいんじゃない？いや。そうですね。いや。はい。落ち着いて。ここよ。こっちはいつでもいい。こっちは一定だよね。ここなのよ、なんだよ。ここはなんかずれてる時もあるけど。この後。すごい。臭いやつ。うわ、だ、だ、だ、お父さん。会いたい。会いたい。会いたい。あ、いや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 、ふり、ふり、突然の連打げ、連打げ来たんだけど。書き分子の術が。どっちが来たの？うん、どっちから、あ、そっちやった。で、上、あの、残留思念が僕を襲う。流れ込んできているからだに。僕じゃない。そこかな。え、ここ下じゃない。この先じゃなくて。まあ、もう一個戻り。どこ？この、一個戻って、開いてる扉入って、そこの扉。で、反対じゃん。で、そこか。お。気が遠くなるほどの実験を繰り返し、数え切れないほどの人形を作り、そして捨てた。ひどい。すべては娘に会いたいがために、すべては私のわがままである。なんで男の人形作ってんの？私は愛する娘がそばにいてくれるだけでいい。それだけで。お願いだ、帰ってきてほしい。私の元にお願いだ。
FB。FDEB。あと2択ってこと？あと、A と C。2つに分けたら、としか言ってないもんね。そうだね。最後の最後。いいのかよ。どっかで。F、うん、優しい。なんだよ、せっかく覚えててすげえって言わせようと思った。F? D、E で、A か C で、B で、どっちか書いた。まあ、そういうことや。それ、僕は完全に運なの？運っていうか、まあ、二択試してみたとこ？うん、じゃないの。ないもんね。一回、50% で、取れるからな、ね。うん。ん？手作ってると拾ってないと。どこにいるの？青の部屋にあったっけ？スイッチをしたいですね。あったあった。いや、そっちだ。ごめん。ボイスアクター間違えてるわ、これ。めっちゃマシン押してる。あらら。そういうことですね、つまり。ほんと完成的なのができたってこと？ビリビリってやると。いいのそれで。の。あった。あの子。どうする。突入！ああ！お父さん！私というものが。お父さん。お父さん。あ、痛くて。あ、押される。ああ。ひどい。お父さん、どうしてほらになっちゃった。ノーバレント。なるほど。なるほどね。これ多分ね。これ別に。いや、これ見る人でしょ。うん。これですね。これ多分娘の部屋なんですよ。はいはい。で、多分、あらかじめ娘をぶっ殺して入れ替わって、うん、ハッピーハッピーみたいなエンドが一つあるはず。ちなみに、何エンディングがあるんですか？ちょっと、確認します、ね。はい。まあ、三つだと思うんですよ。三つですね。はい。じゃあ、見ない。見ないで。はい。突入しないで。突入しないとどうなるのかね。多分。お父さん、幸せになってね。ガシャガシャいいっすか？結局。救いはないってこと？父ちゃん。その子も結構重そうな足音してるけど大丈夫？ほんとな。セルみたいな足音してる。笑えよ、ベジータ。切るか。セル、ぐちゃぐちゃ。ずっちゃずっちゃみたいな。はい、ということで、入らないを選ぶ。
本当に？お父さん、全部わかった。お父さんにとって私は必要ないもの。あの子さえいればお父さんを幸せ。こいつ切ないの。そうだ。マジか。本当ごめん。やめろ。いっぱいあったかな。そのまま外の世界で生きていけ。まあクラッシュエンド、クラッシュエンドじゃないだけよかった。次回した。あった。トゥルーン。じゃあ、バットなんですね。あれは。複雑ですね。親切ですよ、これが。お父さんとしてはね。あの子を作るのが目標だったからね。いいの？あの子よりこの、こっちの方、この方が多分可愛い。可愛いあるよ。それは操作してたから。じゃあ。最後の、おそらく最後のエンディング。箱がね。箱ちょうだい。俺たち最初にトゥルー見ちゃうよね。確かに順番いつもおかしいよね。じゃあ、あれ？なんだとベシータ。なんかあったっけ、ヒント。あれかな、父ちゃんのさ、メモ。なんで8月12日。父ちゃんのメモだ？一番最初のかな。数字なんて。何て書いてあるの？見えるからな。この中に数字が。4、3、5、6と。はい。お？あ。ん？こんなとこあったっけ？あったっけ？いや、ないよ。ないよね。うん、なことやね。もう一個人だ。マジで、もう一周しないとダメだよ。この扉から入る。はい。はい。というわけで、ここまで。まあ、なんとか。なんかルートが新しくなってたんで。来ました。はい。行きましょう。おぉ。そんなんじゃ俺はやれねえぜ。いや。なるほど。誕生日。11月27日ですね。実験を終了した。もういらない。娘を再び私の元に戻ってきてくれた。なるほど。新しい誕生日なのか。くしくも、娘の誕生日と同じ日なのね。愛する我が娘よ。今度こそ私のそばでずっといておくれ。永遠に。今。とわりだったかな。今殺しに行くよ。ねえ、とわりだったかな。今。ねえ。今。あいつをやれば、私が。それじゃないよ。お父さんの。なんで、全メジャーになった。お父さん。娘に。私が娘に、ここどこ。12月じゃん。
できた。やれ。父さんの似顔絵。殺せ。今日はお父さんの誕生日だから、プレゼントするんだ。喜んでくれるかな。殺す。やれ。よーし、早速、お父さんのところに行こう。行かせるな。行かしちゃったけど。いや、戻ってきたんですよ。なるほど。動かせる。あ、そういうことか。スイッチ。スイッチ。お父さん、誕生日おめでとう。あ、一緒かな。え、似てるって。やったー、嬉しい。お父さん、いつもありがとう。これからもずっと王だよ。あ、開口、運命の開口。ああ、やめろー。あなた誰？待って、お父さん。その人誰？お父さんと知り合い。え、私より先に生まれた人。じゃあ、私のお姉ちゃんってこと？優しい、こいつ。幼かった。私ってお姉ちゃんがいたんだ。初めて知った。なんで今まで教えてくれなかったの？でも、お姉ちゃん、なんでこんなにボロボロなの？お姉ちゃん、綺麗にしてあげようよ。ボロボロだとかわいそうだよ。おお。よかった。俺たちの心も汚れていただけだった。ライブエンディング。いい話だった。まさかの。絶対スイッチ押すと思ったんだよな、俺。共存ルートでしたね。納得いかねえ。押して欲しかったのか、お前。いや、でも続かないって。こんな、こんな生活続かないって。ライブエンド。はい。はい、というわけで、まあね、終わり方は、でもいい終わり方二つ、だったんじゃないかな。なんで納得いってないの？どんだけ納得いってない？いや、俺もあのスイッチ押すと思ったけど、それ絶対。まあね、いいさ。いやね、こいつはいいやつだったんだよ。キアミンは。まあ、キアミン、こいつがそれでいいなら、それでいいよ、これは。キアミンにしよう、これは。キアミン。キアミンな。はい。はい、ということで、鉄くずの抵抗でした。はい。はい。まあ、簡単なね、あの時だったんで。はい。皆さんも。いい雰囲気のゲームなんで、やってみてはいかがでしょうか。はい。なんとあのね、アルファベットの頃変わるんで、はい。やった、見たことあったんで楽しめると思うので、はい。はい。そうですね。やってください。はい。以上です。また次回、動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。